コンビニの伝説として語り継がれている貴婦人の手袋を皆さんはご存知でしょうか。ドラゴンクエスト11では器用さと魅力が上がる装備アイテムなんですが、コンビニでは貴婦人が手袋を取らずにレジに来て、小銭をここから取り出してくださると言って召使いのように店員が扱われるという伝説があります。奥様、手袋取るのがめんどくさいだけじゃないのと心の中で叫んでも、決して声に出してはいけません。手をね、怪我しているというおっしゃる奥様は2リットルのペットボトル2本を軽々と持ち帰られました。どうも、タブヤンです。今週もつぶやきラジオ第2回やっていきたいと思います。先週と同じようにラインナップはレトロゲームニュース、それから今週プレイしたゲームについて、最後に気になるネタをお話しする予定です。さあ行きましょう。つぶやきラジオ5月13日、まずはレトロゲームニュース。今週はね、たくさんの、情報が入ってきましたね。まずトップニュースはこちら、任天堂スイッチオンラインが、9月からスタートするということで、以前から情報があったんですけど、有料でね、任天堂さんはオンラインをするということで、まあ、サービスがその中にいくつか含まれてるんですよね。月額300円で、年間契約をすると2400円になるということですね。で、その中で任天堂クラシックミニファミコンなんかにね、感触をつかんだんでしょうか。任天堂さん、ファミコンがオンラインでできるというサービスが発表されました。ん？なんかハテナマークが頭の上でね、出てるんですけど、これはオンライン上でセーブができるのか。まあなんかね、気になった方は任天堂さんの、ページを、ウェブサイトを見ていただいたらいいんですけど、どこまでできるのかなという、その例えば家族とか親戚レベルでのネット上で対戦ゲームができる、もしくは不特定多数のね、任天堂オンラインに入ってるみんなでその対戦ゲームができるんであれば、みんなと、視聴者のみんなとね、マリオブラザーズとか、なんだろう、2人プレイできるファミコンソフトをね、一緒にプレイできるっていうことになるとワクワクしてるんですけど、どうしよう。任天堂スイッチ持ってない、コンビニでアルバイトしている私ね、日々ギリギリの生活をしております。もう基本の主食が卵かけご飯に味噌汁ですからね。これ9月に向けて貯金しようか。もう飲まず食わずですよ。水と米だけで生活して、もうね、任天堂スイッチの買いたいな。そのもしみんなでねオンラインができるんであれば、ちょっと続報をね待ちたいと思います。皆さんも新情報を早めに手に入れたらね、私にも教えてください。 Twitter とかね、YouTube のチャンネルページにメッセージをお願いいたします。コメントでもいいよ。さあ、トップニュース驚きましたね。それから他にもね、このレトロゲーム業界を騒がすニュースが入ってきました。先週ね、メガドライブミニが
2018年内に発売という情報ありましたけど、今度はね SNK さんの、ネオジオミニが発売決定ということで、しかもねアーケード中心に40タイトル内蔵されてるという、あの筐体がね、どんな筐体なのか公開されてるんですけど、そのアーケードタイプのコントローラーがついたディスプレイ付きの筐体なんですよね。驚きだよね。そして HDMI でテレビに出力可能ということで、まあね発売時期未定となってるんですけど、ちょっと調べてみると SNK さん40周年記念ということで40タイトルで、初期の創業が1978年だから、40足してごらんなさい2018だよねこれ。今年中に来るんじゃないでしょうか、ネオジオミニ。お金が足りないぞこれアーケードタイプの筐体ということでね、これ価格かなり高くなるんじゃないでしょうか。それが心配です、貧乏人の私。メガドライブミニも買わないといけないしネオジオミニ今年発売されてもね、お金がないんで来年ということになるかもしれません。いやー、がぜん盛り上がってきましたねレトロゲーム業界。そして今週はもう一つあります、3つ目、発表します。発表しますというかみんなの方が知ってると思うんだけど、探偵神宮寺三郎シリーズ、新シリーズというか新商品発売決定、プリズムオブアイズ8月9日発売決定ということで、アークシステムワークスさんからプレイステーション4とスイッチ両方で発売されるみたいですね。こちらはね、あの新作が3本入ってまして、熊野さんと熊野警部とね神宮寺陽子さんそれぞれがメインの事件が3本、それからね、過去に携帯アプリで、プレイできた作品が10本入ってるということで、盛りだくさん13本、プラス謎の作品1本でシナリオがね14本も遊べるという、すごいねこれ、ボリュームありますよね。で8月なんでね、すごいすぐ近いよね。まああの最新作はね、私アドベンチャーゲームはもうだいぶ経ってからプレイしようと思うんですけど、まあアドベンチャーはねネタバレがありますからね、思うんですが、その一緒に入ってる携帯アプリの作品とかなんかねだけでも先にプレイしたいなと思う次第なんです、探偵神宮寺三郎。まあ今年はね探偵神宮寺三郎危険な2人をプレイしましたので、神宮寺シリーズ1年に1本ペースでねプレイしていきたいなと思います。来年またこれをプリズムオブアイズを取り上げるかもしれません。皆さんはね神宮寺好きの方はぜひ先に購入して、私にはネタをばらさないように、プレイしておいてください。羨ましいな。レトロゲームニュース以上でした。今週プレイしたゲーム、紹介したいと思います。実況パワフルプロ野球4、デビューしたんですけど、今週終わりました。シアトルマリナーズのね特別アドバイザーに就任したイチローさん祝福したいと思います。オリックス時代にねイチローが在籍してた頃のゲームですからね、感慨深いですね。オリックスでプレイしましたんで、まだ見てない方はよかったら見てみてください。パワープロデビューしたのでね、これから楽しみです。
それから、アドベンチャー毎週、あ、毎週じゃない、毎月1本プレイしてるんですが、今月はもう一風変わったというか変わりまくってる東方見聞録プレイしました。今週しましたね。終わりました。東方見聞録という、東方見が名字なんですよね聞録さんがね、マルコポーロと一緒に珍道中を行うアドベンチャーゲームになってます。まあなんだろう、さっきほど紹介した探偵神宮寺みたいなね、殺人事件、ベタな殺人事件風のアドベンチャーではないんですけど、まあ聞いてみる分には楽しめるかもしれませんよ。よかったら、ご視聴まだでしたら見てみてください。こちら東方見聞録がね、大会として金曜土曜でプレイしようと思ってたんですけど、ちょっとね詰め込んで金曜日に終わらせたので、土曜日が1日、まあ、空いたって言ってもね空いてないんだけど、土曜日を明けまして、ちょっとねまた麻雀をプレイしたくなったので、急遽薬満天国という、任天堂さんの両作麻雀ゲームをプレイし始めました。いやー徹夜しちゃいましたその東方見聞録終わった後にね、もう朝まで、よし朝まで麻雀しようっていうので一気にね、プレイしました。寝ぼけたプレイもまたしてるしね、まあ、麻雀ってそういうもんかなと思ってね友達と麻雀リアルで打つときはね、みんなタバコ吸うんでね、私吸わないんです、タバコ吸わないので、結構ねそれにも意識朦朧としちゃうんだけどまあね、そんな感じでやってますので、アドバイスは優しくコメントをお願いします。薬満天国、土曜日でもね決着つかなかったので、その実況パワープロ4の、空いた枠に、明日14日金月曜日から、レギュラー配信したいと思いますので、麻雀好きの方はながら視聴でね、軽い気持ちでさらっと見ていただければと思います。そして、本日なんですけど、ちょっとねつぶやきラジオの配信時間も遅くなってしまいましたけど、まあ徹夜麻雀のせいとあとはねゴールデン実況ということで、好きなアクションゲーム10選ファミコン版っていうのを、動画作ってみました、ファミコンのアクションゲームっていうのは全部でね410本ぐらい私の分類ではあるんですよね、ジャンル別で言うと一番多いんですよね。全1200本のうち400本ですから3分の1はアクションゲームというねことになってます。まあ例えば現在のプレイステーション3とか4とか Wii U とかね、どれくらいのジャンル別の比率になってるのか分かんないけど、多分こんなにはないよね。やっぱ子供はアクションゲームが好きなんだよね、ファミコン時代のね。うん、まあそんな感じで私の好きなプレイしたいゲームを10本選んでみました。皆さんの思い出とともにね、ぜひぜひアクションゲームの思い出、それから自分だったらチョイスするアクションゲーム、コメントで教えてもらえれば嬉しいです。過去のね動画を、編集して作ったんではなくて、今日まさにプレイして
動画編集して先ほどアップしましたので、出来たてほやほやでね、使い回しじゃなくて作ったので、よかったら見てみてください。ということで、今週プレイしたのはそんな感じですかね。来週も、来週はね、ミニスーファミの、まあ今聖剣伝説2プレイしてるんですけど、ミニスーファミをねちょっと今年中に終わらせないといけないからね、メガドライブもネオジオも待ってますからね、ロックマン X を金曜日土曜日集中してプレイしたいと思います。お楽しみに。最後に今週気になったネタ、DVD がね好きなんでよく見るんですけどね、エッチなやつじゃないですよ、ツタヤさんで借りてきまして、X ファイルをね最近動画編集して合間とかにね、まとめて一気見してるんですけど、 X ファイルはなぜ X なのかご存知ですか？実はね、X の棚が開いていたかららしいんですよね。過去の FBI の、話が出てきて、 X ファイルの中でそういうことらしいんですよね。 A から Z の中で X が一番スカスカだったんで、未解決事件を X に入れておいたっていうらしいですね。他は全部埋まってるんで、なので日本で言うと O 文書ですね和音の O、お後がよろしいようで、また来週お会いしましょう尻つぼみで終わっていくつぶやきラジオでした。